鹿島の PA です。これから南伊豆の方に行きます。下田とかそっちの方ですね。できれば南伊豆の端っこまで行こうかなと。6時40分に車に乗って、で今現在8時、大体20分ぐらいでまだ神奈川います。
なんかこれたどり着かねえな、下田とかまで行くの結構遠いなってことで途中で断念して帰るっていうケースが割とあるらしいんですよね。ありそうと思って、そうならないようにちょっと諸子貫徹で、まあ、最悪また買わずに行くっていう手もあるんですけど、それちょっと最悪なんで、伊豆でひょっとしたら一番行ってるかもしれないのは買わずなんですよね。なぜか買わずに結構行っちゃってるんですよね。伊豆縦貫道でも渋滞発生しますね。9時半ぐらい、まあ、相当渋滞避けたかったら相当早く来るとか前日入りとかしないと無理ですね、これね。なんかカーナビが高速降りろっていうか左行けって言ってきたんで、マジそれにおっとっとっと従うんですけど、本当か？なんで高速じゃダメなんだ。めっちゃ怖い。まあ行けって言うんで、まあなんか渋滞状況とかを加味してこっちの方がいいよっていうことなんですかね。カーナビっていうか Google マップですけど、めっちゃ混んでるやん。本当にこれが正しいのか分かりません。なんか降りたら渋滞でした。しかしこの道なかなかこの下りとかナイスですね。すごい見晴らしが良い。でこれで合流しちゃうの？よくわからん。何だったの？なんか Google マップ嘘を教えた気がしますね。別に出る必要もなかったみたいな。走ってたらこんななんか謎の合流とか全然しなくてよかったじゃんみたいな。ただなんかこの難しいな。これ前のずっと、ま、前のっていうかまっすぐ高速走ってたらもっと渋滞で苦しんでたってことなのかな。わからんっすね。多分熱海のあたりを抜けたところで一気に渋滞が解消しましたやったみたいなこと言おうと思ったらなんかまた混んでるぞ。なかなか難しいっすね。なんか普通に高速道路終わりましたね。なんかすっと一般道に入っちゃいましたね。なんかあ、終わりって。そんな感じで、こっから一般道だけで行くのかな。なかなかですね。忘れないうちにレポートなんですけど、 RF なんかよくロードスターで夏になると上の方すげえムワッとするみたいな、ホロ日光が突き抜けて熱が突き抜けてくるみたいな話があったと思うんですけど、まあ、RF そんなに問題ないかなっていう、そこをすごいこう期待してハードトップ買ったんで、その冷房の効きっていうのをめっちゃ、ハードトップの方がいいんじゃないかなと思って期待して買ったら、まあ、今のところ問題ないですね。ということで冷房のご報告でした。なんかなかなか難しいですね。伊豆中央道起点ああ有料道路なんだここから。いやいろいろ道路有料だったり無料区間だったりいろいろごちゃごちゃ混ぜなんですね。まあ日本って東京以外そんなもんなのかも。東京は無料区間ができるのはいつになるんですか。でもまあないんでしょうね。道しっかりインフラメンテしてくれる方が確かに重要なんで、もうこのままでいいです。東京はあのままで良いです。300円以上上げないでほしいです。最低料金あのルールすごくいいので、300円で一周できるってやつ。あ、すいません。ここは結構混んでんな。 ETC 使えないんじゃなかったっけな。なんだったっけ、なんか前回そんなんだった気がするな。なんかクソ ETCX とかいう謎のシステムがあって会員登録必要で死んじゃうってやつでしょ。 ETCX なんておらねえよ。前 ETCX の方にいたら、いや ETCX と ETC 違いますって言われてダメだったんですよ。はいどうも、200円ですね。どうもありがとうございます。後ろからめっちゃ怒られました。いや剣とかさちょっとちゃんと置かないとさ、後でさめんどくさくなるじゃん。交通安全のためにはちょっとやらなきゃダメじゃんと思ったんですけど、
あ、すいませんでした。円滑に、もっと円滑にできるようになりたいと思います。すいませんでした、後ろの方。いや、まあそういうことで、おお、景色ええやん。あー、何これ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 、謎のビニール袋がありました。おお、ございました。おお、で金払って渋滞を楽しめると、最高だぜ。すげえ、なんか物、まあなんかちょっとそう、こういうゴミみたいなのを積んでた車がドカシャーンってなったんですかね。なんか撒き散らされてる、されてるかわかんないですけど、なんかケーブルカーが高速道路の上を通ってる、修善寺道路、すっかりこういい感じの景色になってきました。渋滞もなく、また200円払っちゃったんですけど、今度はスムーズに払いました。伊豆スカイラインほどじゃないですが、なかなかいい景色ですね。暴走スカイラインよりいい気がします。ごめんなさい、暴走スカイライン。まあちょっと交通量、やっぱり伊豆半島の方が暴走半島よりも多い気がしますね。まあ結構伊豆の真ん中ぐらいまで来ても、まあまあ車いますね。なかなか、うん、やっぱ暴走の方が穴場的な感じはあって、ただ温泉少ないんですけどね。温泉を取るか、こう穴場的なこう交通量の少なさを取るかって、伊豆なのか、房総なのか変わってきそうな感じがしました。有料区間が終わったみたいです。なんか結構目まぐるしく無料区間と有料区間変わりますね。なんかあの春の時は何にも意味がわからなかったんですけど、なんかあの料金所が現れてどんどんとか現れたり、なんか何回金払うんだろうみたいな感じだったんですけど、ちょっと冷静になって、ここからここまで有料期間、有料区間とか分かるようになってきました。ちょっと進歩したかなって気がします。3月ぐらいに来た時はもうめっちゃ怖かったんですけども、この程度の道で狭い狭いとか思って、だいぶ慣れてきました。今なんかどこだっけな、天城町かな、なんか街中を走っているらしいっす。今日クルージング、なんか西伊豆の方のジオサイトなんたらクルージングみたいなのがあるんですけど、それ乗りたいなと思ったんですけど、ちょっと台風のせいで今日欠航みたいなんで、そこ行けないということになったんで、まあ、だいぶ南房総じゃねえや、南伊豆の方を、まあ、ゆっくり回っていく感じになるかなというふうに思います。なんかええ感じの山っぽくなってきました。さすが、さすが伊豆半島。おー、このいい感じの竹林とか映ってるかな。岡本太郎ギャラリー、何もあんのか。岡本太郎の凄さが分かんないっすよね。芸術家だとか、あと鶴瓶もすごいと思うけど、鶴瓶も残るのかな。なんかあのなんだっけ、草津に鶴瓶なんか記念館じゃねえ、鶴瓶だっけ、なんだっけな、なんだっけ、あー鶴瓶じゃない、名前忘れた。まあいいや、このカットはボツだな。あと普通の街の道が、あのやっぱ山の中だからめっちゃワインディングなんですけど、おい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 、市街地なので本当に慎重に行きたいと思います。まあ、しかし面白いな。いや、余裕が出てくると本当面白いっすね、これの道。余裕なかった。じじビビっちゃう。おー、なんかこうオープンカーとかなんかそういうの増えてきましたね。なんだっけ、あのミニクーパーの中のオープンのやつ、コンバーチブルのやつ、あれ可愛いっすよね。やばいっすよね。これまっすぐでいいのか。まっすぐっぽい。オッケーオッケー。後ろにめっちゃバイクいます。バイク越えてくのかな。バイクってこういう時どうすんだろう。なんかめっちゃツーリングって感じなんで、なんか変に追い越しとかしてなんかはぐれちゃうと悲しいっすよね。どうすんだろう。あ、来た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 、天城、
なんか滝前回見れなくて次回こそ見るぞと思ったんだけど、今回通過しちゃうからごめんまた見えないんだって感じですけど、前回撮影した時天城のところごっそり撮れてないんですよね。なんで今回ちょっといい感じのところ撮れるといいな。しかしすげえな、ちょっと田めっちゃ田舎って感じなのにめっちゃ人と車通ってる。あ、いよいよ山道っぽくなってきたぞこれ。春の時より全然楽しい。いやー、うまくなってますね、我ながら。うまくなって、慣れたのかな、単に慣れたのかな。カーブ、あ、なんかここ見た気がするな、前回。ちょっとこんなカーブ曲がるだけのなんか怖い気がしてたんですけど、対向車線から車来てるし、うーん、怖いって感じだったんですけど。あと、そうそう、ちょいちょい言ってますけど、あの道の左のこの溝みたいなやつ、山道によくあるやつ、これはまるんじゃねえかなってずっと恐れてるんですけど、まあ、だいぶ慣れてきたのでその恐怖も減ってきたこともあり、いやいいないいな、この景色いいな。伊豆だぜ天城だぜ。天城で合ってんだよな。いやー、こっからなんか3、40分ぐらいかな、幸せなドライブになるんじゃないですか、これ。自転車もいらっしゃいますが、自転車用か分かんないけど、自転車用じゃない気もするけど、あのなんか車線を走ってないんで素晴らしい、ありがたい、めっちゃ嬉しい。同じ車線、自転車と同じ車線を走るのはちょっとまだちょっと僕にはレベル高いんで、頑張ってますけど。あ、後ろバイク俺のこそ越さないんだ、まあ、一応追い越し禁止。あ、ここら辺って越して、まあ、一応黄色消えかかってるけど黄色あるし、まあ、ちゃんと守ってるんですね。なんかバイクだとあの赤城山の時のバイク思い出すもん。あの時もめっちゃバイクで後ろから来られて、こういうのなんか適当に停止してあげて越させてあげた方がいいんだっけな。なんか赤城の時の教訓はそんな感じでしたけどね。いや、しかし明らかにこう峠をこう楽しむ余裕ができてきた。これこそ僕だけかもしれないけど、左曲がる時にあのバックミラー邪魔になるんで、あの右曲がるこう右を大きく回るときが一番気持ちがいいんですよ。左曲がるときちょっと油断すると、おお見えねえよこの過去とかこのミラーでみたいな感じで、おーおーおおなっちゃうので、はい、OK。 あ、ここが常連の滝なのね。いやー、なんか船なくなったし見ていってもいいかな。まあでもただの滝だろ。いやー、こう言ってずっと見に行かないやつだ。あー、で今日今ただいまの気温30度って道の脇に書いてあって、うわくすわっつって思うんですけど、どうやら気象予測によると35度らしいんで、東京は。いやー、5度分得した気分ですよね。いやー、東京どうなっちゃうんだろう、何度まで行くんだろういいな。ちょうど対向車線いないときに自転車さんも追い越しができる。おー、私はゆっくり大変ゆっくり、おー、超えました。めちゃくちゃ怖かったです。あ、なんとかなりました。南房総の浜辺でのこの、あの10台か15台ぐらいこう自転車群れてたやつを超えるときは怖くなかった。それよりは怖くなかったですけど、あれやばかったっす。多分大丈夫とは思うんですけど、あ、いい感じやん、このなんか木のアーチの下をくぐっていくみたいな。ええやん、ええやん。いや、こういうドライブもあるよね、ありだよね、いいよね。まあ、バイク様そんなめっちゃこうあの後ろから煽ってくるというか、すごい距離で走ってくる感じじゃないんで、よかったよかった。あ、ここ止まった。前回天城越え、ここで磁石買ったわ。あー、今回もここで飯を食うことはないのか。まあ次回行こう。
次回食わって、次回あんのかな。なんかこう通過しちゃうんすよね。なんか分かってきた。ここを目的に来ることはないから通過しちゃうんすよね。まあでもここを、まあ、どっかのタイミングでここをドライブしたいんだぜみたいな感じの企画ってのもありかもしれないですね。まあなかなかいいっすよね。渋滞してるけど気分いいもの。いやー、このすごいこう、なこれ杉なんなのかな、木の種類が分かんないですけど、このスッとこう高い木がポン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 とこう石の脇に立ってる感じがなんか壮観ですよね。あれ、バイクいなくなった後ろ。よかった。いや、後ろ誰もいません。後ろからのプレッシャーがありません。なんという幸せなドライブなのでしょう。対向車もいません。おー、来た。まあでも後ろいないのでゆっくり回ります。今のカーブは IDM に褒められました。お、 IDM にまた褒められました。あー、怒られた。調子乗るとダメですね。なんか民からの IDM コミュニティみたいなのがあるって聞いて、参加希望を出したんですけど、わざわざ民からの、 あのアカウント登録もして、お願いしますって言って、なんか車、あの、IDM 搭載車の車登録しないと入れねえよって言われたんで、せこせこ、あの、情報入れてやったんですけど、なんか、あの、そのコミュニティ、IDM コミュニティへの加入は許可されません。許可されないまま1週間が経った気がしますね。あれ、なんか特別な、なんか必要なのかな、紹介とか。IDM 情報欲しいんですけどね。なんか、あったら、そういうのなんかあったら、これ、ここいいよみたいなの。あとは、あの、インカルの IDM のコミュニティに入るには、こうしろみたいなのがあったら、ちょっと、コメント欄などで教えていただけると大変ありがたい初心者です。よろしくお願いします。おお、いい感じになってきた。前の車しかいないじゃん。ええやん、ええやん。ちょっとゆっくりめで、あ、オープンにしてもいいかなって。まあ止まるとこね。すると草厚そうだしね。ここが天城大橋。あれ、なんかぐるぐるするところってなかったっけ。あれ、もうちょっと先か。なんかぐるぐるするところがあるんですよ確か。この天城に入ってくる入り口ぐらいのところで。いや、温度計だと外29度か。まあでもな、29度ぐらいだったらオープンしても大丈夫なんですけど、それはただし、あの、日が照ってないことが必須なんですよね。か別に温度関係なく日が照ってると辛いですけどね。河津町に入りました。ということは天城の終わりも近いかな。おお、すげえすげえ。これは俺お得意のマニュアルモードの出番じゃないですか。シャキーン。エンジンブレーキを活用させてもらうよ。なかなかロードスター来ないですね。なんか今オープンカーだ、ロードスターかなと思ったら違う。なんかあの野営決まるとき本当すげー決まるんですよね。あのなんか洗車行ったとき昨日めっちゃロードスターとあって、3回ぐらいなぜか野営ができてしまいましたね。すごいムラがあるんですよね。なんかロードスターそういうこと、なんか群れてんのかな。必ずこう群れで大体似たような行動をとるのかな、ロードスターオーナーは。みんな似たような行動をとるんだったら毎回会ってそうなもんだよ。なかなか会わないですよね。エンジンブレーキをこう活用してあんまりアクセルも踏まずにダラダラとこう走っていきたいんですけど、後ろにお車様がいらっしゃるんですよね。参りましたね。で、前割と速いんですよ。前割とできる子なんですよね。だからなんか前を言い訳に、あ、ちょっとすいません、ちょっと前が詰まっててみたいな言い訳できないんですよね。
ってしまった。いやなかなか楽しかったな。いやぐるぐるじゃないな、なんかぐるぐるするとこなんですよ。めっちゃ晴れてきたな。まあこのぐらいのなんか晴れたり曇ったりするぐらいがちょうどいい気がする。明日から雨らしいんですよ、まあ、例の多分台風の影響もあると思うんですけど。ましたが、あ、ちょっとしてくれました。ペコってしてくれました。本日一夜 A です。多分撮影できてない。ペコってしてくれただけなんで、だいぶすれ違いざまに気づいてペコって感じだったんで、多分撮影できてないんですけど、できましたね。やったー。そうか、こんな、まあ新しく作ったんでしょうね。あの山道事故いっぱいあったとか。よく渋滞になるのか分かんないけど、伊豆縦貫道路 OK。 動物中感じですよね。この下田のなんかうまく撮れてるといいんですけど、こういう時こう車高低い車だとちょっとこう川の方とか見えなくて、ね、左がこう街路樹で遮られてるからなんだかわからんみたいな、残念ですよね。この山にこう囲まれてる感じもいいですよね。こういうところに生まれた人にとっては別に大したことないでしょうけど、いやしかし膝がちょっと痛くなってきましたね。あの日焼けですね。いや結構強烈だな日焼け。なんか今日オープンしないしいいかなと思って日焼け止めあんまりそんな塗らなかったんですけど、もっとしっかり塗らないとやばいっすねこれ。いい感じの皮
あ、川沿いの道みたいなのを走ってるぞみたいなのが撮れたかな。今、ちょっと今、何秒間か、あ、いい感じやんみたいな景色が、運転席からはあった気がしたんですけどね。どうかな。警察署ということは、ここら辺が割と中心部なのかな、下田の。なんか下田に来たの数年前で、だいぶ忘れちゃいましたね。その時は電車で来たんですけど。まあ、ここまで5時間ぐらいかかってるかな。4時間、5時間ぐらいかな。いやー、まあちょっと疲れますけど、楽しいですね。この4時間、5時間を電車で過ごすって、なかなか、好きならいいですけどね。そこまで電車好きではないんですよね。まあロードスターなかったら、ここまで来ることはあんまりなかったでしょうね。そう、今から行く西伊豆なんて電車でどう行けばいいのかわかんないですもん。あるんですかね。下田まで来た後に、電車だとどうするんだろう。まあ、後で見てみようかな。下田駅前で予定外の渋滞です。なかなか混んでますね。うわ、すげえ混んでるね。この下田駅前の交差点の前、倉庫になってますね。そしてこの CX8 さんもだいぶ、こう、ガラス汚れてて倉庫になってますね。で、このまま行って右に曲がれって書いてあるから右に曲がるんすよ、これフェリーロード。さすが下田。もうなんかめっちゃかっこいい車おるやん。何あれ、右方向です。右方向です。あ、こう来たな。来た来た、こう思い出した、こう来た。夏車じゃないと移動不能ですね。うん、そっか、そもそもそっか、多分電車自体だったらこんな季節に来てなかったっすね。下田、こう下田なんか街中でもなかなかな道が、あ、もうこれ街の外れなのかな。なんかもうすごい、南伊豆町に入りました。ここでもう南の端っこっすかね、これ。だいぶ思えば遠くへ来たもんだ感が出てきましたね。山道もいい感じ、自然がいっぱい、南伊豆町。伊豆最南端は伊良崎っていうんですね。今学びました。で、この伊良崎方向に多分向かえばいいので、はいはい、ここで曲がると。あ、弓ヶ浜ってこのまっすぐなんだ。あ、弓ヶ浜ってなんか名前よく聞きますよね。ここ、ここか。で、なんかここいう辺の地域であんまりご飯食べられるとこないんですけど、なんか唯一海鮮食べられるらしいんですよ。で、なんかあの Google マップの評価もそこのお店めっちゃ高くて、多分もうみんなやってくれてるだけで本当感謝してるみたいな、そういうレベルなんじゃないかなと思うんですけど、そこで感謝していき、感謝しながら海鮮的なものをいただく。しかし結構走ってるな、これほぼ連続で。なかなかこれちょっと長期ドライブ、長期間ドライブで、サービスエリアとかでちょいちょい止まってますけど、なかなかこう、一番長い、おお、かっこいい、なんだこれ、すげえ、おちょっと大丈夫、トラックさん大丈夫でした。おお、ここええやん。いやー、南伊豆、いやー、絶景だなって、なんか水食らってる。波食らってる。なん
か窓ガラスに何か気がついたら食らってました。やばいなこれ。こんな感じのいい感じの景色がずっと西伊豆続くんだったら、ちょっとこれもうメモリーカードもバッテリーも何もかんも足んねえぞみたいな感じですよね。やばいな。ちょっと伊豆半島入ってからなんか調子乗って撮影室、おーいい感じやん。おー撮れてるかな今の。撮れてほしい。いやーすごいな。うわ色、海の色とかめっちゃいい。あの台風のおかげで波高いからまあ結構なんか迫力あっていいな。ああ絵的にどうなるか結構いいな。いやーこれは確かにな、伊豆人気になるわとかちょっと思っちゃいました今ので。いやーまあ今のもあの房総半島で似たようなところあのなんかあんのかもしれないですけど、いや今の景色は良かったな。しかし波すごいな、ザッパーンだな。があってかつこう山ごてごて、岩山とかごてごてしてるところ好きなんですよね。その好きさを再認識しましたね。やっぱそういうところに移住すべきか。俺だけですか。やばいな。あの適当にカメラ、いや俺回し続けるとカメラすぐ熱でいっちゃうぞこれ。いやええやんこれ、すごいなんか気に入った。ここら辺の景色で千葉と違ってもうサーファーがうじゃうじゃいるって感じじゃないですよね。ちょこちょこっといるだけで、やっぱここに来るだけで大変ですからね。まあ、頑張ってくるとご褒美として、なんか人少なくてこの、おおなんかかっこいい景色を、なんか一人独り占めじゃないけど結構占有できるみたいな。いやーなんか岩山とか雄大だなあ。今警察か、何やってんのかなと思ったら警察か。お様です。あーこの岸壁低かったらいいんだけど、でも岸壁低いと津波とかやべえんだろうな。あの岩山すげえな。ちょっと多分あの岩山はいい感じに撮影できないだろうな。なんか目的地を通過してないよなってビビるんですけど、意外に奥だな。そうなんだ、闇伊豆終わっちゃうよぐらいの結構進んでる気がするんですけどね。闇伊豆はまだまだあると、まだまだあるのか。まあこのぐらいの込み具合だと本当ワインディング楽しいですね。余裕が出てきた、あった、ワインディングは楽しめる余裕が出てきた、嬉しい。ワインディングって呼んでいいんだと思うんですけどね、このぐらいの道。ちょうどいい、このぐらいの甘めのこうゆっくりした感じの、もうゆったりしたこのカーブがね、初心者にはちょうどいい。あ、ヤシの木とかええやん、南国大好きなんで、ヤシの木とかええやん。
ええやん、ええやん、風情がええやん。今絶対取れない、取れてないですけど、左ちょっと見たらすげえいい感じの岩山あったりとか。いや、ここら辺いいな、いいな、ここら辺。いやー、来るの大変だけど、来るの大変だけど絶景だな。いやー、夏の海のドライブいいな。しかもここら辺の海、山勝ちだからワインディングみたいなね。あ、これが色尾崎で、色尾崎のなんか手前ぐらいになんかその海鮮屋さんがあるんですよ。手前なのかなんか近くに。あんま色尾崎終わったの？わかんない、わかんない。なんかすげえ近くなんですよ、色尾崎。およそ300m先、斜め左方向です。はい。なんか前の車とか全員そこで飯食うのかなみたいな感じ絶対観光客だよなみたいな。斜め左方向です。え、これ、あ、ここなのね。ちゃんとサインを出した、ウインカー出した、偉い俺。割とウインカー出さずになんか車線変更するやつなかなかいますよね。見るな。俺でもウインカー出すぞ自分より運転ちょっと親って思うやついるとビビるんですよね。俺よりダメなんだと思って。あ、はい、あ、2個前のやつね。はい、じゃあ2個前の方もひょっとしたら同じかもしれません。でもこれ色崎なんだ。およそ 200m 先、道なりです。はい、すごいな。なんか海賊とか昔船隠してそう。続いて目的地は右側です。いいよ、いいよ。あ、これか、この富士屋とかいうやつ。これ駐車場どこなの。駐車場これ左行けんの。右行けんの。目的地は右側です。しょうがないからなんか区営有料駐車場に止めることにしますが、で本日欠航って書いてあって、もう今日は本当もう伊豆遊覧船全然ダメなんですね。で、これ、はいはい、なんか左側にいらっしゃいますが、どうお金渡したらいいでしょうか。はい。よいしょ。はい。遊覧船ご利用予定だ。あ、いえ。先端まで歩く。あー、歩くかな。あの、あそこにご飯屋さんがあるんで、適当に止めたかったんですよ。あ、ご飯屋さん？はい。そうだったらそこら辺に止めていいですか？うん、ご飯屋さんがあの売店使ってくれるならここ入ってくれて大丈夫。ああ、そうですか。はーい、かっこいい入江です。色尾崎に来ました。なんか謎の像があったりとかしますが、早速あのなんだっけな、伊豆に、どうもここ道に間違った人が来る場所みたいです。狙ってここに来た人まれみたいですね。かき氷とかもいたんだ。ちょっと小腹が空いたらかき氷も持つかもしれないな。あ、すげえな。イカ推しすげえな。じゃあまあここでいっか。ここで頼みます。いらっしゃいませ。あ、すいません。どうも。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。暑いですね。この席暑いよ。暑い。こっちがいいかな。あ、はい、どうもありがとうございます。この辺はイカがあれなんですか。イカはね。イカプッシュなんですか。イカ、すごい高くなっちゃってね。あ、ここら辺の地元のあれなんですか。イカは地元じゃないかもしれない。だって仕入れてるわけだからさ。日本で色だけで取れたものだと。いや、サザエの方がいいですかね、なんとなく。いや、これは好きなもの食べて。台風が再び接近したことで少しずつ増えています。本島地方と宮古島地方に
今日午後から明日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の情報両方好きだったら両方好きです。台風は今後東寄りに進みますが動きが遅いため影響が長引くことになりそうです。なんか両方つくとコーヒーもついてくるんですか？そうです。本当はね、アイスついたんだけど、アイスの機械は壊れちゃってね。あ、そうなんですね。コーヒーにしちゃった。アイスコーヒーか、ホットコーヒーか。アイスコーヒーで。じゃあこれでいいかな。いただきましょうね。はい。お願いします。ご飯食べ終えました。なんだっけ？泉屋さん。あの愛想のいいお母さんのお店で、あの応援したくなる感じのお店でした。海藻、とにかく海藻が、まあ、イカ定食、イカとサザエ定食みたいなの頼んだんですけど、海藻みたいなのが、あのどっちかというと印象的でした。海苔とかいっぱい来て、なんでまた来ることがもしあったら、なんかそういう海藻のラーメンみたいなのがあるみたいなので、そっちの方がうまそうだなとちょっと思っちゃったりしました。まあいいと思います。で、ここの入り江、ちょっと面白くて、なんか今、洞窟みたいなの、よく目映してましたけど、とか、海とかあって、なんか面白いですね。で、ここを歩いて、石崎岬に行けるらしいんですけど、まあ、車で行った方が、いやー、この気温で歩いてたら死んじゃう気がするんで、暑すぎて。ちょっと車で近づいて、ちょっと結構大回りしないといけないんですけど、どこだっけ？結構回らないといけないんですよ。ビニャビニャビニャーって曲がって、行くみたいな感じなんですけど、まあ、せっかく来たんで、ちょっと暑くて、ぶっ倒れちゃうかもですけど、気をつけて、この、なんだっけ、色崎、灯台の終わるかな、まあ、色崎のところまで行ってみようと思います。この入り江の入り口のあたりをいい感じのところもちょっと撮っておきます。もうなんか今日秘密基地感すごいですよね。こういう入り江って海賊の船とかもいっぱい隠してそうな感じで。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。